はい、皆様こんにちは、岡田でございます。いつも私の動画を見ていただいてありがとうございます。色と花選びというシリーズの中からグリーンをやっておりますが、グリーンの中で今回はアイビーを覚えていただこうと思います。アイビーですけれども、アイビーと言ってもいろんな形がありますよね。一番アレンジに使いやすい形を選んでおります。使いますワイヤーは地巻きですね。この30番です。地巻きの30番、それをご用意ください。それでゲージですけれども、5センチ、4センチ、3.5 です。5センチ、4センチ、3.5、三方にこう取りますからね。大きいようでもね、こう作ったらこんなにちっちゃくなりますよ。 3.5 でもね、こんなにちっちゃくなります。今日は 3.5 と4と5で作ってみましょう。まず1回巻きです。30番ワイヤーの1回巻き、1個ずつ作ってみますよ。で、4センチ5センチ、4センチ、3.5。はい。こういうことですね。で、5センチが4センチ。4センチと 3.5 ってあんまりね、変わらないですけれども。こんな感じですね。それでこれも1個ずつするのはすごく効率上がらないですから、型をつけられるときはこれを何本か、3本でも一緒に3枚持ってつけられる方がね、1回で3枚できますからね。まあ今日はこれ1つします。やはりね、ここにフリルは円の中へ向かってつけるのがフリルですね。フリルをまず入れてください。はい、こういうふうにするんですね。そしたらこのね、ここの角度です。この距離というかね、あんまり下の方で取っちゃうとここばっかり長くなってここがなくなっちゃうんですね。まあこんなアイビーもありますよ。あるけれども、やはり見て格好のいいアイビーを作ってみましょうね。そしたらまずね、ここで下のね、ここを十分に取っていただいて、こうですね。それでここをね、少しこう持ち上げてください。親指の腹でちょっとこう向こうへついたぐらいな角度がいいかな。はい、こんなものをね作ります。それでこれも同じことですが、今は1枚でしてますけれども、3枚とか5枚とか一緒に持ってね作りになると、いっぺんにポロポロっと5枚この形が出来上がってきますので、効率いいんじゃないかなと思います。これも同じことですね。あんまり下の方でこのこう取っちゃうと、こういったあれも見ますね。時々こんなシャープなアイビーも見ますけれども、基本としてね、やっぱりちょうどね、この真ん中ぐらいですかね、ここをこんな感じですね。こんな感じですね。ここを十分に取ってあげると一番無難なね形ができるかなと思います。
今手でしてますけれども、ペンチでなさってももちろんいいんですけれども、まあ一枚だから何手でやっておりますが、はい、でこれも同じくちょっとこうフリルですよ。ウェーブはこうでしたね、上下上下でしたけど、中へ向かって軽くフリルをつけてください。そしてだいたいこれの半分ぐらいですよね。半分のところぐらいからこう取って、この下にちょっと丸みを持たして、ここはペンチでしましょうか。はい。これですね。で、ここもペンチでちょっと押さえましょう。そして、広げてください。ね、こんな感じ。はい。で、ブリッジします。ブリッジはもう30番でいきますよ。中心。ここを持って、1回、2回、3回ぐらい巻きましょう。それで、真ん中へ。で、その時に、こういうふうにここに丸みをつけません。もうまっすぐ、ピンと貼ってください。そしたら、ここで切って、ここをね、ぐる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 と巻いて、ここをとっても、お団子にしちゃうんですけども、もうここはね、もう一回通すだけね。で、こうしたら、ペンチでここしっかり押さえてますから、こっちに残ったワイヤーをくるりと曲げて、引っ張るだけです。ね。そしたら、もう綺麗なブリッジができますね。で、これも同じことです。で、1回、2回。まあ、これ2回。で、これまっすぐですよ。それで、余分なワイヤーは落として、まずペンチでここを押さえます。そしてこれをこの中にくるりっと通して、これを引っ張ります。そしたら、ね、ここがきれいにつきます。はい、これもやってみましょう。1回、2回ぐらいでいいですかね。で、こういって、で、こうですね。で、これがもういらないので、ここで切ります。そして、ここを持って、ですか？これをくるりとこっちへ回して、こう、ここができない、できないって言って、苦労してる人がおると思うんですが、必ずね、ペンチで押さえてくるりと通せれば、簡単にできます。そして、一応、今できましたね。そして次です。次は、こう、こことここ、斜めにかけていきますけれども、こっち一本、こっち一本すると、ここがとっても、たくさんのワイヤーになりますから、だいたいね、ここに来るなとか、ね、これぐらいだなっていう見当をつけて、それで、ここに、一回ね、こう、巻きつけていただいて。で、この時に、少しカーブ。このカーブに沿ってね、このワイヤーをちょっとしごいてもらいますね。そしたら、少し丸くなると思いますので。で、やはりここも一緒です。押さえて、こっちへ、通して、でこれを、向こうへ巻きます。ね。そしたらここ綺麗になりますね。で、これも同じことです。はい。ちょっとカーブつけてもらって。で、これもここを押さえて、このワイヤーを、ここの中に通して、キュッと引っ張ってもらいます。そしたら、ね、ここが綺麗ですね。で、ここで、何回も何回も巻いて、ここにお団子作らないようにしてくださいね。はい。そしたら次も小さいですけど頑張って。これも、ここと、
ここぐらいだからこれぐらいでいいかなっていう、あのブリッジの長さを決めていただいて、でまずこれの外側ですね、この中にすると中に行っちゃいますので、外側にかけて、それで一回、外で巻いてくださいね。外で巻いて、で、中へ入れていくといいです。で、ここで、このカーブに沿って、ちょっとこう、カーブをつけて、で、ここを押さえて、これを、ここの中へ通します。長すぎるとね、ちょっとやりにくいんですけども、はい。で、これを、向こうへ、キュッと押さえる。ここをきれいにね、作ることですね。それで、これも、ピンとでなくて、少しカーブをつけてもらいましょうね。はい。そしたら、これも同じく、ここを持って、このワイヤーを中へ通して、これを引っ張ります。ね。そしたら、こういうブリッジのものができます。そしたら次も同じですね。この長さがあればいいんですから、ここは切りましょう。そして、ここへ一回巻きつけて、こちらへブリッジします。で、ここへね、通して、引っ張ります。で、これも一応ここへちょっとカーブをつけて、はい。で、ここを持って、はい、こちらにしますね。そしたら必ずここに出てるワイヤーの処理をしてください。あまりね、ピンピン出すと花びらに突き刺さりますから、ここは丁寧にワイヤー処理を必ずしてください。こういうことですね。こういう切れ端はね、ちゃんとしとかないと足に刺さったら痛いですから。それで気をつけていきます。もちろんグリーンだけでもいいんですけれど、斑入りの作り方をちょっと今日説明させていただこうかなと思うんですが、付け方だけ見ておいてください。そしたらちょっとアイビーですね。で、こういうね、竹串を用意してくださいね。そしてまずこれね、二色付けでね、ちょっと至難の技ですけれども、まず、アイビーの元の色を、ステムドリップ、ステムの方にすくいます。そして、これ白と見てくださいよ。白の、ディップでいきと思ってくださいね。で、これを怖がらずにね、こうしてね、縁にね、こうつけていくんです。その時にこれ白でしたら、ここにグリーンが落ちたらちょっと困りますからね。こうしてグリーンの上に持ってきて、でも、綺麗にステムの方にドリップしてるので、あんまり落ちてこないと思います。でも、怖がらずにね、こうして。まあ、真ん中もう一個、真ん中も白入れようかなと思うと、こうしていただいたら、ね、こんなものが、できます。今日はピンクで代用しておりますけど、ごめんなさいね。こういうことです。はい。もう一個やってみましょうか。グリーンをトップにするんじゃないですよ。トップにしたらもうダラダラ落ちてきますから、このステムの方に液を切ってください。はい。そしたら、この上で、怖がらずにね、この垂れてくる液でこう、縁を描いてもらうんです。途切れてもいいですから、
こして、結構ね、いけるんですよ。はい。そして真ん中も、こう。これでね、斑入りができます。最初はね、液がちょっと怖いわと思う方もいらっしゃると思いますけれども、こうして、ね、ステムの方に切っていただいて、これを割とたっぷりめにつけてね、で、こっから、こうしてね、液を、垂れ具合をこう見ながらね、こういきます。で、この辺で切れたらもう一回、竹串につけて、こういう風にいきます。そしたらもう一回、怖がらずにね、こうですね。そしたら、斑入りっていうか、こう、滲んできて、何でもそうですけど、斑入りってありますよね。はい、こういうのができます。ね、これ今私ピンクでしましたけれども、秋口、壁にこう伝ってるのなんか、こういうのもありますよね。だから、まあ、黄色でなさってもいいですし、一応、こういう斑入りのやり方もぜひぜひ習得していただけたらと思います。組むのはやはり22番ぐらいなワイヤーを用意してください。この中心になるワイヤーは先にこう巻いときましょう。で、少しこう新芽みたいなのをこう出しながらね、こうして、一回ね、きちっとこう、グリーンを巻いてしまいます。そして、これね、もちろんコーティングしてくださいね。どちらでもいいですよ。ステムカバー裏からだけでもいいですし、ダブルコートを両面塗っていただいてもいいです。で、もちろん、ここを、ここ巻いてくださいね。これはね、足一回巻きですから、カットしなくてもいけると思いますので、ね、こうして、ここカットしないで大丈夫ですから、根元から巻いてください。はい、こうしてね、必ず足を巻きます。ね、これもちろんコーティングしてあると見てやってますよ。しっかりコーティングして、液でこう斑入りにするとにじんでね、なんか自然っぽいですけども、どうしてもできないわって言って何か他のものでこう、色で描いたら滲まないですからね。あんまり美しくないですね。それで、先ほど巻いた土台、このベースですね。それにこうつけていきます。その時この新芽をね、ちょっとこう出して、つけられるといいかなと思います。巻きますね。はい。そしたら次の分も。ね、ここ少しワイヤーが見えてましたから、もう一度巻きましょう。それで、ここの長さですけどね、やはり少し、ね、1.5 から2センチぐらいですかね。やはりこう、ここの絵をつけてあげると、
綺麗ですよ。はい、それで巻いて、でここの間もね、均等でなくてね、ちょっと詰まったところがあったり伸びたところがあったりする方が自然っぽいですよね。あんまり均等にもう定規で測ったようにつけなくてもいいと思いますね。これ少し混んでつけてみましょうか。でもちょっと間を開けてするんだったらこんな風でもいいんですけれども、ちょっとここ3つくっつけましょう。自然のものを見ていただいてもいいと思いますけど、もう定規で測ったように均等っていうのはなかなかね、ないですよね。で、ちょっとここ間を開けて、次のつけて、ね。それで、今度は、少し間を開けて、またつけて、だから最初にこれをね、巻いとく方が、どういうんですか、いいですね、つけるのに。はい。そしたら次。次は少し開けてもいいですし、ここ詰めてもいいです。ね。どちらでも、その自分がアレンジに使う場所によってね、この伸び縮みを加減していただいて、やるといいかなと思いますね。どれもこれもバーッと間延びしたようにする必要はないです。ちょっと、込み入ったとこと、ちょっとこう離れたとこと、ね、作ってあげると面白いんじゃないですか。はい、こんな感じもいいです。ね。で、こういうね、感じもいいです。これはもう紅葉した二色漬けでしたけども、怖がらずに、竹串の先に、こう、垂らしながら、こう、書いていただく。そしたら、ちょうどね、こういうふうに二重文ですね。それが美しくなりますので、ぜひぜひ習得してください。IBでした。